ちょっとタクヤ、マユ、返事は。学校遅れるわよ。行ってきまーす。じゃあ、私、友達と一緒に行く約束してるから。は？聞いてねえし。言う必要ないでしょ、クソ兄貴。なんだよ。おい、やべえって、帰りにどっか寄ろうぜ。あ、いいね。いつ行く？どうしよう。でも来週とかなら空いてるかもしれない。妹が同じ学校に進学してきてからめちゃくちゃ冷たい。まゆちゃんやっぱやべえな、いろんな意味で。たくやマジ羨ましいわ、あんな妹いてよ。いや妹とか実際うざいだけだから、お前ら夢見すぎだって。なんなんだよ最近のあれは。たくイライラすんな。1年のまゆって子めちゃくちゃ可愛いよな。あのおっぱい見た？あんな子と付き合いたいわ。俺告ってみようかな。やめとけやめとけ。あの子彼氏いるらしいぜ。マジかよ。それでさ、兄貴ちょっと面貸せよ。焦ってんの？マジめんどくさいんだけど。焦ってねえよ。いいから黙ってやらせとけ。クソ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 。兄貴もいい加減彼女作ればいいのに。うるせえ。お前は彼氏いるから余裕ぶっこいてんだろ。ああ。なあ、なめやがってよクソが。そんな面白いかよ。何がおかしいんだよこら。だってそうしないと学校でも我慢できなくなりそうだったんだもん。なんだよそれ。まゆちゃんの彼氏ってどんなやつなんだろうな。さあな、意外とブサメンとかかもしれんぞ。なあタクヤ、お前そういうの聞いたりしてない？知るわけねえだろ。兄貴みたいじゃないやつ。ったく、クソ生意気な妹。Thank you.